ある企画そうやろ。俺の狂った車に挑戦すんのか。挑戦するつもりか、ピエロ野郎。戦争頂点。コンラッド、大砲を用意だ。いつでもボーシ。よし、撃て。なんだ、何事だ。ああ、またか。あれ誰？ゾンバーガーよ。フードトラックのライバル店。命日おめでとう、ビッグトップバーガー。命日？多分うちの車壊すつもりじゃない？スティーブ、どうだ、儲かりまっか。うちのバーガーオタクの100倍極悪だ。うめえからな、ゴミは。うちのバーガー食ったらオタクのなんか最高級、人生変えちゃうパンかもね。もはや犯罪、犯罪を販売。誰も俺たちの作るものを消化できまい。ねえ、これ何なの。ほんとマジ変。それでいいのか、アホか。大事なのはテーマだ。客は俺たちのクソバーガーをインスタにアップするために来てんだよ。クソ材料ほど売れる。腐ったもんに人がたかる。腐ってるほど売れるのさ。大砲よい。ビジネスモデルも腐ってない。いつもあんな調子さ。やった、誰かコンラッドにゲートアレード。やったな、えらいぞ。じゃらかるぞ。今誰が運転してんの。今朝起きた時からオタクの動きは分かってたさ。お約束ってか。ライバル店とかイラつくんだよ。くっそ、やばいだよ。これって普通の展開？Put on the show.